私は全てを失った。会社を失った。家族も失った。もはや生きる意味を失った。いらっしゃいませ。お好きなところどうぞ。あ、もしもし。いやいや違うんだって。うん。いやいや。あのさ、うん。だからごめんごめん、分かってる。ちょっと休ませて。水ちょうだい。見つからなくてビールなんですけど。
げないぞ。逃げた方がいいと思うよ、きっと。そうですよね。ここにいたか。来たか。兄貴、なんでなんですか。すまんな。帰らなくていい。それだかなんでなんだ。達夫死んだ。久村さんもだ。どうすんだ。あの写真も兄貴にやってる。俺たち殺されちまうよ。悪かったな。じゃあどこだ。ぶちはどこだ。隠したよ。俺殺したら場所わからんぞ。これそこのカバンの中入れました。俺が入れました。よーし。おっさん誰だ。いきなりおっさんは失礼だろ。そこだけおっさん。私ね、今日仕事と家族を失ったんです。決定的に。それでね、今日もう自殺しようと思ってね、朝からいろいろ挑戦したんですよね。でもね、死ねなくてね、もうなんか踏ん切りがつかないっていうか、勇気が出なくてね。大の大人がね、死にたくてしょうがないと思ってるのにね、死ねないんですよ。もう未練なんて何にも残ってないのにね、情けないっていうか、でね、何が言いたいかと申しますと、もう私死ぬの全然平気なんで、思い切って打ち合うっていうか、皆さんのお仕事をそれぞれしてほしいなと思いましてね。さあどうぞ。巻き込んで悪かったな、おっさん。お前ら撃つなよ。下手したんす。うわぁ、もう写真分かってる。
っ